ツールとか見てるとバイクとか車がいっぱい走っていますが邪魔だなーとか思うことはないのですがと。はい、こちらに対する回答、走っている側もプロですので邪魔にならない動きをしてくれています。それに随行車両がないとレースとして成り立ちませんので、それを邪魔とかどうとか考えるのは少しずれてるなーって感じます。空撮ヘリが近づきすぎて風を浴びた際は困りましたと。というわけでね、まあバイク元とかチームカーの車列に関する質問ですね。 JCL は結構ねチームカー走らせたい方向でレースやってますんで、ちょくちょく映像とかでも見てもらえるかなと思うんですけど、まあメインは皆さんがメインするのはグランツールとかそういう系のレースですかね。まあね、結構その撮影とかね、撮影タイムボードでコミッセールとかがね縦横無尽に走っていたり、あとあれです、危険地帯コーナーであったりコーナーですね、コーナーとか、まあ、あとは危険物障害物のそのなんていうんですかを教えてくれるバイクとかが常に前後していたりするんで、抜かれたりねすることはよくありますね。そうですね。ですから、まあ、まず第一はタイムボードですよね。タイムボードの車っていうのはバイクっていうのは常にうーって下がってきてくれてタイムボード表示してくれるんですけど、まあ選手もね分かってますね、タイムボードがないと、逃げとかメイン手段とかコントロールがねしにくいっていうのは。ですからそこに対してはあんまり文句ないですし、逆にねしっかり後ろまで下がってきてもらって後ろで様子見てる選手も理解したいんで、もっと下がってきてくれとかっていうね動きとかそのリアクションアクションっていうのはあったりしますね。結構ですから逆にね選手としてはタイムボードはまず来てくれっていうところですし、あとはその地面の路面注意とかコーナーとかね、そういうコーナー注意とかの指示を出してるような危険告知のためのバイクっていうのもね、まあその抜くタイミングとかっていうのも結構分かっていますし、基本的にはだからそういう変なところでね抜きに来るっていうのはなかなかないわけですよ。ですからねそこまでその審判系の車両に対して邪魔だなーって思うことはあんまりないですね。必要ですから。まあ問題があるとすればね、メイン集団にいる際に逃げに向かって上がっていくチームカーとかですかね。あのね、要は前の集団チームカーってレースに大体、まあアジアツアーだったら1台随行1台だけチームカー走ったりするんですけど、まあ要は前の逃げ集団にチームの選手が乗っていてボトルが欲しいからチームカー呼んだらチームカーが集団パスしていくわけなんですよ。でもね、まあ、基本的に車に抜かれるってちょっと大変なんで、あとはそのコーナー連続間とかでも結構そのチームカーってチームによっては無理やり抜いてくることもありますんで、そこは結構ねトラブルの種っていうかね、あのなんかそのチームカーが集団の中を横切ったりしながらすごくうまいことしながら、まあその選手もね泣いてますんで、あ迷惑だなとは思いながらもね仕方がないからって感じで右コーナーのところとか右側に集団が走っている際には右側から抜いてきている車がいたらもうそのまま集団割って左側にパスさせるとか、まあいろいろねそういう工夫はあったりするわけです、選手側としても。ですからね、まあそのトラブルにはなりにくいですよ。でもね、下手くそなチームカーとかいるわけですね。どう考えても、いや、この狭い区間でここで上がれるわけないだろうっていうようなね、タイミングでね、集団抜きに来ようとするチームカーとか、あるいはその、まあ道が狭いからしょうがないんですけど、路肩に半分タイヤ落としながら、まあアジアツアーの話ですよ。路肩に半分タイヤ落としながら、砂ぼこり巻き上げながら抜いていくチームカーとか、まあ結構選手切れてますね、その場合には。集団内でふざけんなっつって。
ですからまあその基本的には問題ないですけど、乱暴であったり慣れてないチームかっていうのはあんまり好まれないですし、選手側からしてもどこどこのチームか危ない、どこどこのチーム危ないみたいなね話って結構上がってきたりしますね。ですからね、まあ気をつけろっていう話にもなりますし、うん、まあね、慣れてるからっていう部分はあるんで、致命的なほどではなかったりします。でまあね、国内でチームカーが見えるレースって言いますと、基本的には、まあ、UCI レースは全面的にチームカー解禁っていうか、チームカーがないとねレースできないのが UCI レースなんで、 UCI レースは全部ねチームカー走ってますね。名前を挙げるとすれば、まあ今中止とか今年なかったやつも含めて、それと栃木はもう終わったのかなとか、 TOJ 熊野、全日本も走りますね。はい、全日本選手権んでジャパンカップ沖縄で大分もですねチームカー走ります。ですからね、 UCI レースではチームカーが結構走っています。あとツールド北海道か、そうですね、うん、漏れてるところがあるかもしれないですけど、多分大丈夫と思うんですけどね。UCI レースにおいてはチームカーが走ります。で、まあ、JCL のレースもね、基本的にはチームカーを走らせたいっていう意向がありますんで、いつだったっけ、大分のオートポリスのレースではチームカー走っていました。でもそこだけかな、今年走っていたのは。はい。うん、でね、まあそのチームカーの話もあるんですけど、先ほど回答でちらっと出しましたかね、まあ、空撮のヘリが近すぎてね風を浴びたっていうのはね、ジロの時にありましたね。ジロでね、上り、ゆる上りのコースでね、その要は集団の様子を真横から撮りたいと、ゆる上りで右側が崖になっていまして、崖だから崖側のところからヘリ寄せて真横から映像撮りたいっていうね、多分状況があったんでしょうけど、要は横に来たせいで横風もろに浴びてましたね。あのいろんなチームの選手がね怒りながらねいろいろ言ったりしてたんですけど、最終的にね多分無線でいろいろ言ってチームカー側から多分ヘリどうにかしてくれって話になったっぽくてね、ヘリは離れていきましたけど、まあねー、横風は結構きついですよ、ヘリによる、砂とかも飛んできますんでね、そこはなかなかねっていう感じですね。はい、そんなもんですかね。だからまあ基本的に邪魔じゃないですし、選手も慣れてる、選手も抜く側も慣れてますんで、そんな大きな問題にはなってないですよっていうのがこの質問の回答ですかね。はい、そんなもんです。